はい、社長。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。はい、今回はですね、はい、みんな大好きマネーの虎シリーズということで、はい、はいはいはい、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い申し上げます。今回のそのエピソードは、はい、体の大きな男性が、はいはい、ラーメン屋さんを歌舞伎町あたりでやりたいということで、はいはいはい、まあ、非常に印象に残った回なんですけれども、彼が、まあ、暴言に近いことを川原社長に、まず福岡ご出身ですよね、川原社長は。そうですね。はい。の、豚骨ラーメンの替え玉をまず否定するっていう暴言から始まって、で、最終的には、南電関電さんのラーメンが美味しくないとまで言い、で、その前に、なんと、我らが堀之内社長は、途中お金をもう、バッグの中に、しまい出して消えちゃうというエピソードでした。はい、はい、そうですね、はい。この回についてちょっとお話をお願いしたいと思います。はい、わかりました。非常に面白いっていうか、回でしたね。はい。で、まあ、内容をね、見ていらっしゃる方、あるいはもう一回見ていただくとわかるんですけども、はい、やっぱり彼が商売をやるっていうか、事業をやる、まず人間じゃないと思ってるんですね。それはもう出てきた時からそう思ってたんですか？出てきた時からっていうか、まあ印象っていうんでしょうか、はい、事業やるんだ、俺は金儲けやるんだ、人を雇うんだっていうね、そういう雰囲気をまず感じなかったですね、私は。うん、やっぱり事業やるっていうのは、ただラーメンを作って売るだけじゃないんですよ。はい、やっぱ人を雇用しますから、はい、すごく責任がある仕事なんですね。そうですね、はい、だから一人で、まあ、父ちゃん母ちゃんとね、二人でやるっていうならいいけども、やっぱり場所を借りてやるっていうことは絶対人を雇うはずなんです。はい、で、人を雇うっていうのはね、すっごい責任なんです、残念ながら。そうですね。その責任感がない人がやっても、もう事業っていうのは失敗しちゃうんですよね。はい。それをね、最初感じたんですよ、私、彼に。もう最初の方にも感じられていた。この人は責任感ないな、っていうふうな感じを、感じを受けたんですね、一番最初。うん、もう第一インスピレーションっていうんでしょうか。はい、それで感じたんです。はい。で、まあ内容を聞いてるとまさしくそうでして、3回も4回もラーメン屋さん変わってるとかね。はい。なんか経営に口を出すとかね。そうですね。なんか日本一美味しいラーメンだとかね。はい。もう誰でも考えるようなことを、まあ言ってるだけなんですよね。はい。で、まあ1000万円っていう投資金額だったんですけども、はい。1000万円なんかでできるわけがないんです。もう絶対にできます。しかも歌舞伎町。もう、まず場所を借りるだけで、敷金が1000万円かかりますね。はい、もうそこで終わりです。もうそれで終わりです。で、私も実際、ケバブでね、はい、渋谷ですね。渋谷に出しましたけども、はい、あれだけでも借りる時の敷金が1000万以上ですからね。はい、ね、東京怖いですね。そう、怖いですよ。で、物件が出てこないんです。なかなか。もう入ったところは、前の人が閉めると、自動的にもう次の人が待ってまして、はい、もうすぐ行っちゃうわけです。はい、で、運よく、まあ、いろんなルートで、あそこを私は探したんですけども、はい、なかなかそう簡単には出てくるもんじゃないっていうのは一つ。うん、もう多分ね、自己資金がなければ、物件を探す前に、1000万の半分使っちゃうでしょうね。あ、もうその前にですか。その前に使っちゃうでしょうね。あ、消えちゃうってことですね。消えちゃう。じゃあ、とてももう1000万じゃ、もうまずできない。できないです。だから、ラーメン日本一だとか、2杯3杯とか、もうラーメンの仕組みとか、営業とかっていう以前の話で、はい、まずスタートできないでしょう、あの金額ではね。うん、だから軽自動車買って移動ラーメン屋でもやるっていうなら、はい、それはスタートするかもしれませんけども、はい、もうスタートする前に崩壊ですね。あ、もう、ええ、まあ、たどり着かないと。たどり着きません。だからもうそれを考えたら、もう話をしてももうバカくさいなと思ってね。うん、もう彼に嫌われるだけじゃないですか、嫌なことを言ったところで。あ、でもなかなか途中退場っていうのはないじゃないですか、うん、社長は。なぜあの時は途中退場しちゃったんですか。なぜかっていうとね、私聞いてる中で、はい、まあ、穏やかなんですけども、はい、もう言い出したらむちゃくちゃ言うんですよ。もう喧嘩を売るようなこと言っちゃうんです。言いそうな自分がいたんですか。そうなんです。この野郎って、もうここまで出るわけですね。あ、手で帰れって言いたくなるわけですよ。結構じゃあ怒りマックスだったんですか。そうです、そうです。あ、これ以上言うともう自分の人間性をね、はい、否定されるなと、はい、そう思ってもうさっと帰った方が、俺のうちは何を考えていたのかなという程度で終わるだろうなと思ってね、引き上げたんですけどもね。あれってどれぐらい話を、うん、実際撮影の時は、うん、
社長はどれぐらいの時間話を聞いて、40分ぐらい聞いてました。あ、出られるまであれ40分もかかってるんですか。そうです、そうです、そうです。じゃああの人やっぱり1時間半ぐらいかかってるんですか。いや、まだかかってますでしょ。最終的には2時間ぐらいかかってるんでしょ。あ、彼に割いた時間が2時間ぐらいかかってるんですね。そう、2時間をあの時間に集約して編集して放送してますから、実際には2時間ぐらいかかってます。あの番組の中でですね、社長がいきなりお金をこうもうしまい始めた時の栄作さんの怪訝そうな顔見られました。見ました。何をやってるんだろうこの人はみたいな。だから前も話をしましたように、私たちはギャラも何にもいただいてませんでしたから、はい、嫌だったらもうバイバイって帰ればそれでいいわけですよ。社長あれどこに行ったんですか。あの後はあの後は別の部屋に行って、はい、あの会が終わるまで遊んでました。あ、外出られたわけではなくて控室みたいなところに行かれてもう時間を潰されてたってことですか。1日に3本とか撮ってましたんで、はい、次の人が控えてますのでね、はい、そこは本当に帰ったわけではないってことですね。そうです、そうです。もうあの部屋から出てもう参加しないと、審議に参加しないっていうだけです。じゃあ終わったらまあスタッフの方また呼びに来られたみたいな感じですか。そうです、そうです、そうです。なるほど。じゃああのエピソードの中で、うん、あの志願者の方が、うん、川原社長のことを否定するようなことばっかり言ってた、うん、ああいうところはどう思われますか。いや、それはね、あの、はい、本人の考え方ですから、何も川原社長だとか私たちに迎合する必要はないわけであって、はい、思ってることは言うべきだと思いますよ。あ、それは決して常識外れでは、まあ、あの人が言うから常識外れになるんでしょうけども。まだ言い方があるってことですかね、うん、常識外れじゃない。だってトヨタの車は嫌いなんですよねって、嫌いなものは嫌いって言うしかないじゃないですか。あ、トヨタの社長に言うみたいなもんですよね。そうです、そうです。私はトヨタの車は嫌いなんですと、はい、うん、でもお金を投資してほしいと思って彼は来てるわけじゃないですか。そうです、そうです。だもう普通だったらあのまま行くと川原社長から出にくい感じになりますけど、うんうん、それでもやっぱりあの堀之内社長は自分が思ってることであれば、うん、やっぱりストレートにやっぱり言うべきだっていうお考えですか。私は投資っていうのはね、はい、その仕事がいいとか悪いとか儲かるとかっていうよりも、はい、まあ、私たちのレベルの投資っていうのはこの人と一緒に仕事をやれるのかなっていうのが私の基準なんですね、はい、で莫大な資金があってね、投資してあとはもう全然誰も見てないと、はい、誰かスタッフが見るっていうんであればそれでもいいかもしれませんが、はいはい、まあ、私たちのレベルっていうのは、まあ、私のレベルっていうのは投資したらその人と、はい、会うことがもう頻繁にあるわけですよね、はい、で時には困ったことがあれば自分も中に入り込んでやらなきゃいけないこともあるわけです、はい、そうするとその人と馬が合うっていうか真剣にお付き合いができないと投資してもね喧嘩になっちゃうんですよ、はい、で面白くないんです、はい、やっぱりこう投資して新しい事業を始めるんであれば楽しくやりたいじゃないですか、はい、で仕事の上では喧嘩しても構いませんけども、はい、人間的にこいつやっても楽しくないよなって思うような人とは私は仕事をしないって決めてるんです。これは投資であろうとなかろうとそうやって決めてます。ですから会社の中で社員を採用するときもね、まあ、少なくとも俺が好きなタイプの人間を採用してくれって言うんです。あ、他の方に任せたとしても、ね、そうです、そうです。社長のタイプをちゃんと把握しとけよと。そうです、そうです、はい、私の好きなタイプの人間を採用してくれっていうふうに言うんですね、はいはい、で別にその裸の王様みたく君臨したいんじゃなくて、はい、やっぱりこうご飯食べてても楽しい人でないと私嫌なんですね。そうですね。そうなんです、はい、だこれが本音でして、はい、だから彼が川原さんのラーメンはまずいんだと思うんであればそれはそれでいいんじゃないですか。あ、自分が食べて嫌なんだから嫌なんだと、はい、それはもう心象悪くしてもそれは本音だから言っていいってことですね。心象はね、私は悪くしないと思います。あ、そうなんですか、うん、私がもしラーメン屋さんやっててマスさんがね、はい、それは堀之内さんのラーメンはまずいから私は嫌なんですよと言ったとしましょう。はい、いや、そう思ってね食べてる人もいるんだなって私は思いますから、はい、いや、そこがすごいですね。だったら私のラーメンよかうまいラーメン作れるかと。あ、はい、本当に作れるんだったらやろうじゃないかと。逆に思うってことですね。逆に本当に私のラーメンよりもうまいのを作ってくれる人がいたら、うん、こっちから頼むからやろうって言いますもん。私そこが社長すごいですよね、うん、いつも話聞いてて。いや、だってそうじゃないですか。いやいや、そんな大きくないですもん。みんな僕だったら、うん、てめえってなりますよ。なんでですか。だって私儲かりたいからやってるわけですよ。そうなんですけど、自分がこう作り上げてきたラーメンってやっぱ一応プライド持ってこう作られてるわけじゃないですか。例えば堀きゅうラーメンっていうのがやってたとして、でも社長はそういうふうに取るってことですよね。私は本当にその人がね、はい、批判で言ってるんならてめえって言いますけども、はい、本当にあなたのラーメンよりもうまいものを作れるんですと、はい、一緒にやりませんかって言ったら、じゃ頼むでやってくれって言います。
まあ、僕はやっぱり修行が足りないですよ社長。だってその方が楽ですもん。いや、そう考えられるところがすごいですね。なんでですか。だってそっちが楽でしょ皆さん。いや、なかなか難しいと。だって川原社長うまいよってやっぱ怒られてる場面があるので、普通だとそうなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その言う人の人間性だとかにもよるんでしょうけども、はい、私は特別、あ、そんなラーメンができるんだと、ちょっと作ってみって、ちょっと作ってみと、俺が食べて本当に俺のラーメンとお前のラーメンどっちがうまいか、はい、食べ比べて、はい、こっちのラーメンがうまかったら俺買えるよって。買えますもん。その方がプラスですよ。すごいですね、うん、プラスです。やっぱこうリアリストですよね社長は。ああ、そうかもしれませんね、はい、めちゃめちゃそこに感情がないんですよ、いろんなことを判断されるときに、うんうん、普通人って感情に支配されて失敗するじゃないですか、うん、ですだから僕失敗派なんですけど、うん、あの社長はやっぱそこを冷静に、自分の作ってるものが今まで一番うまいと思ってても、その彼が作ったものを食べさせてもらって、これはうまいと思ったらスッと変えられる人なんですね。そうなんです、そうなんです。いい加減なんですよ。いや、いい加減じゃないですよ、そこはすごいですよ。いや、いい加減なんだから。いい加減が服を着て歩いてるって私のことなんです。いや、違いますね、やっぱそこは感情に支配、僕常に思うんですけど、生きていて感情に支配されている間は失敗すると思ってるんですよ。だってね、人間ね、はい、人から言われるからそう思うだけであって、はい、もし私がラーメン屋さんやってたとしましょう、はい、どっかに旅行に行ってね、はい、食べた時にこのラーメンうまいなって、俺のラーメンがうまいなって思うラーメンがあると思うんです。そうですね、うん、それはあると思います。その時に素直に、俺のラーメンよりうまいけどもどうやって作るのって聞いた方がプラスでしょ。そうですね、うん、なかなかねそうはいかないと僕は思うんです、普通の感覚では。皆さんそうですかね。私はねそういうあの立ちなんですよ。いや、そこはすごいと思いますよ。そこはもう抜けてますよ、やっぱり社長の考えっていうのは。楽だもん、その、はい、楽したいんですよ私。で、これあのエピソードで質問なんですけど、うんうんうん、がなり社長が最初にお金出すって言ったんですよ、うんうんうん、最終的にはもう川原さんが僕は面倒見るで終わったと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい、うんうん、だけど、うん、がなりさんが、うんうん、給料20万ずつ僕があげるから、うん、僕はラーメン屋さんじゃないので、うん、河原さんはプロだから、うん、そこで君修行ができるかみたいなことを途中で言われる回なんですけど、そうですね、そうですね、はい、あれって僕のこう考えですよ、がなりさんは一回そこでボロボロになってみろみたいな気持ちで言われてるんですかね。それとも多分ね、はい、続くかどうか試してみたかったんでしょうね。もう自分のお金を使ってでも、使ってでも、 あの方はそういう方なんですよ。あ、そうなんですね、うん、がなりさんそういう方なんですね。そういう方なんです。本当にね、なんかこう福祉的なことをね、はい、こう頭の中に考えていらっしゃる方で、そういうラーメン屋さんやりたいんならね、やらしてあげたいなと、はい、うん、あんたの夢を叶えさせてあげたいな。しかし今1000万出したってダメだろうって分かってるわけですわ彼ももう、がなりさんもね、そうですね、そういう感じです、うん、だからまあ1ヶ月も続かんのじゃないかこいつは、まあ、試しにやってみるかねって。で、川原さんのところで続いたら、それはのれん分けでもしてやってもらえばね、うん、まあ行くんじゃないかなっていう考えだったんじゃなかろうかと思いますけど、まあ、証明してみろみたいなもんですか。 そうですそこまで言うんだったら。そうです、私もそれはね賛成ですね、考え方としては、うんうん、じゃあ、まあ、自分の生活費ぐらいはね出してやるわと、はい、うん、アパートは自分の家だろうと、はい、3食ラーメン食って、はい、研修生と、はい、毎月10万円出してやるで、はい、そこで親方がねよしって言ったら、じゃあのれん分けしてもらって店出せば絶対成功するわけじゃないですか。そこまで頑張れた人ですね。そう、はい、だから成功してる人が教え込んで、そしてそののれん分けをして同じことをやれば、はい、少なくともうまくいくに決まってますから。そうですね、看板もいただけるわけですからね、うん、そうです、そういった安全策っていうか、両方に安全な方法を考えられたんじゃないかなっていう気がしますけどね。じゃあがなり社長っていう方は、そういう、まあ、これうまくいかないだろうなと思っても、そういうチャンスを与えようとするこうお気持ちがある方なんですね。もうものすごい慈悲のある方ですよ、あの方は。ああ、そうなんですね。本当ね、私いつも尊敬しますけども、慈悲のある方、はい、口は悪いですけどね。そうですね口は悪いですけども慈悲を持っていらっしゃる方ですよ。うん、私なんかよりもずっと慈悲ある方ですね。へえ、そうです、素晴らしい方です。で、あのエピソードは最終的には、まあ、香川社長が、うん、俺とでやれるのかみたいなことで、それで言ったら、うん、まずいって言ったくせに、うん、お願いしますって、うん、志願者の方なった回なんですけど、うんうんうん、あれもね、河原社長がまずいって言ったらカチッときたけども、こいついっぺん試してみようかなと、本当にこいつできるのかなと、はい、そういうね気持ちで、じゃあ俺のところに来いと、
はい、お前これって俺がよしと言うまでやったらやってやるわというのはやっぱり彼を試したことなんでしょうね、はい、で、あれ結局彼は行かなかったんでしょ、現れなかったっていう後日談まで放映されてるので、そうでしょう、栄作さんがわざわざ彼からの言葉を持って、川原社長にちょっと自分のやっぱり思うのと違うみたいなことを言われたみたい で、そこで説明に栄作さんが行かれたっていうところまででこう番組が終わった気がするんですが、はいはい、まあ、ああいう番組っていうかね、投資番組っていうか、なんかお金をもらえるような、はい、簡単にもらえるような、はい、ふうにみんな錯覚しちゃってね、はい、今までこうやって寝てたやつがなんか俺ら飯屋でもしようかなとかね、おにぎり屋でもしようかな、ちょっと行って1000万出してくれたらラッキーだなぐらいで来る人がいっぱいいたんですよねじゃあまあそこまで深い気持ちじゃなくて、ラーメン屋やれたらいいなっていう感じでやっぱりあの方もこう志願されて来られたんですかね。多分そうだと思いますね。あ、わかりました。まあ、あの僕はあの一番気になったのは、うん、社長があのカバン持ってどこに行ったのかなっていうのが一番気になったんですけど、私もね口もう本当はこうやってね優しい人間なんですけども、やっぱりあのああいったビジネスの場になりますとね、はい、非常にまあ厳しいことも言うし考えてますので、はい、やる以上は成功してもらわなきゃいかんし、私も金出す以上は、はい、そのあり余った金でやるわけじゃないわけですから、はい、ダメでしたっていうのは困るんですよ。そうですね、うん、だから厳しいことも言いますし、はい、もうあの場でいたらもう聞きたくない、てめえ帰れって多分言うだろうなと思ったんですもう言いそうな自分がいて抑えられないかもしれないと思われてたってことですね。そうです。そうなると、まあ、私もね人間性を疑われるようなことを言いたくないですからそれでも途中退場されたっていう回だったってことですね。そうなんです。わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。皆さん、はい、ありがとうございました。どうもよろしくお願いいたします。皆さん本日も長い時間ご視聴いただいてありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。